沖縄の港の問題を訴えさせていただいております。辺野古の新しい米軍基地をうちの移転を口実に進められていることは皆さんもご存知だと思います。しかし実際には米軍自体が1960年代にベトナム戦争が激しい時に巨大な新しい基地を作る計画として打ち出されていたのが小浦湾を埋め立てる辺野古の新基地建設です。小浦湾というのは日本でもというよりは世界でも数少ない非常に豊かな自然に恵まれた巨大な珊瑚礁をはじめとしたあるいはジュゴンという珍しい絶滅危惧種と言われている生き物が住む生息をする海です。その周辺にはさまざまな海洋植物をはじめとした素晴らしい自然があります。一度でも行かれた方はこんな海を埋め立てるのかと思われるに違いありません。しかも今新しい米軍戦略の下でオスプレイの航空基地だけでなく巨大な揚陸艦が着岸をでき、しかもキャンプシアブにある大阪や神戸も結構暑いですよね。直接弾薬を揚陸艦に運んでそこから直接世界の戦闘地域に海兵隊あるいは部隊を派遣するそういう巨大な計画です。何も普天間基地の移設ではありません。そもそも普天間基地は戦後米軍の銃剣とブルドーザーで住民が収容施設に収容されている間に奪われた基地です。新たに作られた米軍基地として銃剣とブルドーザーで住民から奪い取られた、まさにフォトです、はい、泥棒が見直ってその基地を理由に新しいものを求めている、こんな盗とたけだけしい話がありえない。だから沖縄の皆さんは辺野古の新基地については島ぐるみで戦いに立ち上がっておられます。この島ぐるみの戦いはすでに県知事選挙あるいは衆議院選挙そして先日の参議院選挙あるいは名護市長選挙さまざまな選挙によってすべて辺野古の新基地建設に反対する議員が生まれました。特に国会議員は衆参ともにめちゃくちゃ長い車、少なくとも地方府の議員は全員が辺野古新基地に反対する議員で占められています。この沖縄の民意を沖縄の皆さんの思いを踏みにじるばかりか先日20歳の女性がまた強姦され殺されるという大変な事態が生まれて沖縄の皆さんはもう海兵隊はいらない米軍は出ていけという声に6月19日の県民大会で示しておられます。皆さん辺野古の新基地建設は明らかに沖縄の皆さんの民意を踏みにじりそして戦争のために沖縄を踏み台にしていくそれを日本政府が先頭に立って米軍に代わって沖縄を踏みにじるそういう政治として進められています。
年次以来、琉球処分という言葉が生まれているように、沖縄は日本政府によって明治政府以来、踏みつけられ、差別され、そしてあの1945年の4月1日からの、いわゆる日本国内での唯一の戦闘地域となった沖縄戦が行われ、島民の兵士でなくて住民さえもが9万近い皆さんが住民の皆さんを殺す、そういう事態が生まれました。皆さん、沖縄の皆さんに対する150年にわたるこの差別的な、私たち大和の人間のため、あるいは平和のためと称して沖縄の皆さんを踏みにじる、こんなことが今も続けられている、このことをぜひ考えていただきたいと思います。これは文字通り差別によって沖縄の皆さんを踏み潰していく、何も全然と変わっていません。こんなことが今私たちの国で起こっているということについてぜひ考えていただきたいと思います。その上で今日は今辺野古と並んで高屋に起こっていることについてあまり温度では報道されていません。変更していると言われているあの琉球新報や沖縄タイムズが連日詳しく報じていますけれども、高屋で今国土訓練場と一緒するアメリカ軍の基地の半分を返還するか、新しく6つのヘリパッドを作らせろという要求を米軍が作っています。これも先ほど申しました普天間基地と同じで、戦後作られたアメリカ軍で唯一のゲリラ戦相手の戦闘訓練場です。ベトナム戦争の時には連日演習が行われます。ヤンバルの森といわれる沖縄の素晴らしい自然を残している森をゲリラ戦の訓練場として使う、そういう意図として国土訓練場は作られましたが、これも住民を無視し追い出し練習場にして、おまけに小説の村という映画の中に向かうさんが語っておられますけれども、高屋の住民を標的にして訓練が行われたと言われています。その高屋の国土訓練場の半分返すから新しい地を作らせろ、ヘリパッドを作らせろ、実はこのヘリパッドがこの数年代評判になっているオスプレイの着陸訓練のための基地であるオスプレイヘリパッドであることが明らかになっています。実は日本政府も米軍もそのことを隠し続けて、従来のヘリパッドの数倍になる新しいヘリパッドの基地の建設を住民に求めてきました。その6つのヘリパッドは150人が住むジャクソン高井の村の周りに作られる形で、とてもその6つが作られれば住民が住むことができない小さな自然を破壊されることが避けたかと言われています。すでに日本政府は住民の反対を受けて2つのヘリパッドを作りましたけれども、エリオンと言われる2つのヘリパッドを作り
なんだけれども、この2つだけで初めての発表としたい住民の皆さんがとても住めない、子どもたちが眠れないために学校に行けない、こういう事態が今起こっています。その振り方を残り4つをするのだという形で今進めています。先日6月の7月の11日の参議院選挙の終わった、そして沖縄で現職の島地愛子議員が落選をし、現職の大臣である島地愛子を落として、宮田陽子さんが参議院議員として当選しました。その開票が行われているさなかに、地方の警察は前の日から準備を、この日から準備をして、翌朝11日の早朝に100名を超える警察機動隊の力で朝3時ぐらいに出て、6時ぐらいから工事を着手するという工事を行いました。それだけではなくて、19日の日には大阪府警をはじめとした全国から500の警察官を集めて、1000人に上る規模で2月の22日現地を襲い、警察官で完全にうずめてしまう反対する人たちが300人規模で座り込んでいましたが、あるいは自動車を並べていましたが、それを突き起こして解除していく、あるいは怪我人が出る、そういう状況を大阪府警をはじめとした警察が沖縄に乗り込んでやるという事態が生まれました。このやんばるの森は住民が住んでいる、その生活が破壊されるということもありますけれども、それだけではなく、ヨルスケアをはじめとした世界でも、このやんばるの森にしかいない絶滅危惧種と言われているさまざまな生き物が、あるいは植物が生息をしている、そういう非常に貴重な自然の森で、世界でも評判になり、自然公園として残そうという声が起こっているところです。これは巨大なエリバートのオスプレイのためのエリバートを作ることは、直径70メーターに上る巨大な地域を完全に木を切ってしまい、そしてエリバートはテレビでご覧になられた方があると思いますけれども、垂直飛行飛行をするために、その着陸の時の暴風と熱風が周辺をなぎ倒してしまう、つまり70メーターのエリバートの近くではなくて、その周辺1キロ近い下に重大な影響が出てしまう、そうすれば生き物は住めなくなる。この貴重な山の森を破壊をすることにしかならない、そして住民はとても住めない、そういう事態をアメリカ軍は求めてきているのです。もともと、ドロンゴのように、米軍占領下で作られた国土演習場を、アイスカートといって、新しい基地道を新たに作る。これは、テーマと同じ、まさに稲荷構想の論理でしかありません。沖縄の皆さんだけではなく、破壊というのは実は
問題になっている寝床からもさらに1時間半車でかかる非常に大きなところにあります。ですからもともと沖縄の皆さんが集まってもせいぜい数十人という形で10年近い反対運動で市の建設を取り組んで来られています。しかしあまりの日本の警察それも警視庁の警察だけではなく大阪府警や福岡県警こうした警察が500人に乗り込んで警察を違うだろう。あ、行く前にもうすでに、あ、そうですか。あの、いや、お風呂入るごとになんか考え方変わってくるんですよ。なんか適当に手ぶしでやってねみたいな、そのまま、うん、だからこっち向きだったらこっち向きだったら夜、火薬に近い方が残ったと聞いております。今はその緊張状態を何とか回避したいという警察の目論見が工事は土砂の搬入などは続けられていますけれども、これを撤退したいとなるということはその7月22日以来避けられてはいます。しかしこれも時間の問題です。つい先日もその県道を封鎖することをやろうとした警察に対して地元の人たちが自動車をゆっくり動かす、こういう形で抗議をして警察の動きを妨害をする戦いをやられました。いやー、すごい暑いですね。下から吹いてくる風も熱風なんで、ぐわーってなるんです。なんか、アイスコーヒーが飲みたい。けど、ちょっと最近ちょっと太り気味なんで、あんまりカロリーの高いものちょっと控えておこうと思います。体が服がパツパツになってきたような。日本の政府がやる。こんなことを私たちは遠くで認めることができません。沖縄の皆さんだけではありません。沖縄の皆さんの島国の戦いを守ることこそ私たちのこの国の民主主義、あるいは戦争放棄を出した憲法20条を守るではないでしょうか。皆さんが戦いの沖縄の皆さんの戦い、あるいは江戸の戦いに注目してくださることを心から伝えます。今沖縄の抱えで住民と教会の衝突が発生しています。22日、防衛局総裁は高江のゲート前に座り込む住民を暴力的に排除し、テキパークを工事を進めるダンプカーやトレーラーの搬入を行いました。あ、これ昨日ですね、昨日の画像ですね。すでにラミネートを確保されておられます。これまでの報道されました。これまでの目のことは全く聞く暴力そのものです。警察たるもの前にと警察の車は意識していました。メインゲートの前ですね、これ。こうやって見ると結構メインゲートの前も道路狭いんですけど。3人かの住民が救急車で病院に搬送されました。目を覆ったとなるような激しい
とんどこの事実を取り上げていません。今沖縄本島北部の東村深江区で大きな衝突が起きています。8月1日までにゲート前に来ていたテントや釣り上げを撤去しなければ所有権を放棄したものとみなす。これを撤去すると防衛局は張り紙をしました。8月6日から破壊のゲート前を巡って多くの新住民および本土からの応援が駆けつけました。こちらは昨日の記事ですね。これ名護市内の抗議中、これ神奈川県警が名護署の前に集まりました。国会議員も複数集まり、沖縄県が、ちなみにこの名護警察の前、名護署の前は高速バスで那覇空港が一発で行きますので、夜更けってところですね、降りるとここです。ここにすぐ近くになりますね。防衛局と警察協会は自主排除を断念し、何事もなくこの世は過ごせました。神戸からの約10名が参加しました。その中の4泊2日の行程で沖縄県民の破壊の戦いに参加しました。ひどい状況です。山の中の破壊にはヤンバルクイナやノグチゲラといった世界でも名の知られる希少動物が生息しています。黒い水玉ですか。候補リストに乗っている重要な地域です。いや、ちゃんと飛行機乗って帰ってきます。そこに飛行機って早いですか。アメリカ軍は2時間ぐらいです。オスプレイが出発が30分後する基地を作りつつあります。帰りしながら1万3000円という住民を含む160名が住む村を取り囲むようにして、オスプレイパッドが逆にもう思うんだが、逆にすでに2カ所は出来上がっています。前後の方が高いね。4カ所の工事が今進められています。しかし、オスプレイは大きな騒音と人材に悪影響を及ぼす研修波と、でも今日の神戸よりの方が暑いです高いより。温度も210度を超える高温が、オスプレイの発着の際には発生します。高音もドドドドドという低い激しい音で、多くの住民はこんなところにはもう住んでおれないと、引っ越しする人も出てきました。高江の住民の誰一人としてヘリパッド、オスプレイパッドは作られることに賛成していません。これまで2回にわたって高江地区の決議が行われました。反対の決議が行われました。この住民を実力で排除し、工事が強行されつつあります。本土のテレビ新聞はほとんどこの実態を取り上げていません。本土からは東京警視庁、大阪府警、千葉県警、神奈川県警、福岡県警、愛知県警、6都府県から機動隊が高江現地に送られています。本土からの機動隊500名、沖縄県警の機動隊300名、その他防衛局の職員700名が住民を暴力で排除して、何が何でもオスプレイパッドを作ろうとして進めています。
私たちは沖縄の人々の強い基地反対の願いを踏みにじるこのような悪政権の暴力的行為を認めるわけにはいきません。今週号の女性自身に吉永小百合さんが韓33との140分の対話の記事が載っています。今週号の女性自身です。この中で吉永小百合さんはこう言っています。みんな声を上げてください。これまで言葉で表せないような辛い思いをしてきた沖縄の人々に対し、本土政府は人間らしい対応をしていただきたいと思います。吉永小百合さんはこの週刊誌の中で韓33と140分の対話を行っています。その対話の中で吉永小百合さんはこう話されていらっしゃいます。かつて姫百合の塔という映画がありました。その映画を主演された栗原小巻さんも同じことを発言されています。これまで本土政府は、そして本土の私たちは沖縄に随分ひどいことをしてきました。もうそれはやめなければなりません。栗原小巻さんもそう語られています。ぜひ今週号の女性自身を購入してください。5ページにわたって吉永小百合さんと韓33の座談会が載っています。今本土の人間として沖縄の人々の辛さ苦しさをこれ以上強いることは許されないと思います。私たちはこれからも辺野古、高江、沖縄現地に足を運び、沖縄の人々と一緒になって沖縄の基地を撤去し、沖縄に平和の日が来るように共に頑張りたいと思います。ぜひ皆さんも沖縄のことに関心を持ってください。そして本土から沖縄に行くには結構な費用がかかります。4泊5日で1人5万円ほどかかりました。もし金銭的に余裕がある方はぜひカンパもお願いします。いつでも沖縄現地に行けるように、本土から1人でも多くの人が沖縄現地に足を運び、沖縄の人々と一緒になって機動隊の暴行を防ぎ、沖縄の人々の願いを叶えるために、これからも頑張るために、ぜひ懐状況に余裕のある方はカンパをお願いいたします。朝のためにぼやーっとしてました。申し訳ないです。そう、ぼやーっとしすぎてぼやーっとしてたんですけど、いや今日は暑いですね。暑いですねって言わんでも暑いって話しますけど、今沖縄では、沖縄本島北部の東村高江にヘリパッド、オスプレイパッドを作る工事が進められています。地域住民は踊って反対しています。これまでも2回高江区の住民が反対決議を発表しています。それにもかかわらず、アメリカ軍と日本政府はヘリコプターの発着する基地ヘリパッド、実際はあのオスプレイが発着するオスプレイパッドを作る工事を何が何でも強行しようとしています。
多くの住民が基地ゲート前に座り込んでその工事を少し低くあります。しかし1月22日本社から500人の機動隊、沖縄県警から300人の機動隊、防衛局から700人の職員がこの住民に襲いかかり、警察車で住民を、ちょっと日陰のところに避難してます、ね、あまり暑いから住民の肋骨を折り、何名かの住民が辺野古の海に基地を作らせない神戸港で、とうとう100回目となってしまったんですけどね。この報道が今度の大体2年前くらいからですね。ほとんどと言っていいほど出されていません。マスコミもそれ大阪、辺野古の辺野古に基地を絶対作らせない大阪航路は600回を超えておりまして、私たちは600何十回目だったか、20回以上は続く。今はベッドという手段でこの動画を見ることができます。本当にひどい状況でした。8月5日、防衛局は、あ、どうも、こちらどうも。あ、はい、おとついぐらいに帰ってきています。国民の車を撤去しない限り、私有権を放棄したものとになり、これを撤収すると。11日の、22時ぐらいには着陸できたと思うんですか、確か。8月5日の晩にはこれに抗議して沖縄現地の人々や本土から1000名以上が集まりました。ゲートの前に張り巡らしたテントの中で約300名がこのままその場で出て、翌日6日の機動隊防衛局の標高を拒否しようとしました。福島さんや山本太郎さんや赤嶺さんや玉城デニーさんなどの国会議員も駆けつけました。沖縄県、沖縄県内の国会議員もたくさんその場に集まりました。土井保氏も4名集まりました。そのためか機動隊防衛局は実力行使を立ち上げました。8月5日の夜から6日、3日、8日、9日、そして現在までこの攻防戦が続いています。8月11日には1人の住民が公務執行妨害ということで機動隊に警察に逮捕されました。今沖縄本島北部の国頭村、東村、栄町を巡って大きな衝突が発生しています。栄町に住む住民160人の誰一人としてオスプレイパートの建設には反対していません。しかし住民への説明は何もなされていません。アメリカ軍と日本政府が秘密裏に合意し、着々とヘリパッド、オスプレイパッドの建設を進めています。赤い国との住民はこんな大きな騒音や低周波や騒音を発生するオスプレイが住居地区のわずか400メートルの近くでオスプレイが不発着すると、こんなところには住んでおれないということで何人かの住民は引っ越ししています。しかし多くの住民は引っ越しもできず我慢して今破壊に住み続けています。そして高いでアーサー・ビナードさんが来られてる。頑張っています。この後話したら多くの人々が駆けつけています。ジーベザードの学生、浜の会などの女性、そして私たちのような青年退職した男性もたくさん
沖縄の現地に駆けつけています。高江の警察総裁のやり方は、売ることは桁外れのひどい凄まじい暴力です。警察車両の前に座り込んだ住民を分かっていながら聞きました。抵抗する住民の顔面を拳で殴りつけました。女性の肋骨を折りました。大きな被害が高江住民に、沖縄住民に出ています。今度の新聞やテレビはほとんどこの事実を報道していません。昆虫号の女性自身に吉永小百合さんと菅三順さんの140分にわたる座談会の記事が載っています。5ページにわたって詳しく書かれています。吉永小百合さんはこの中でこうおっしゃっています。言葉では言い表されないひどい弱い仕打ちを本土政府や本土の私たちは沖縄に強いてきました。もっと人間らしい扱いを本土政府はしなければなりません。吉永小百合さんはこう述べていらっしゃいます。今週号の女性自身、私も初めて本当にこういうアイテム等どうもありがとうございます。現在こちらの100回目となる辺野古の海に基地を作らせない神戸行動、現在街頭宣伝が行われております。あ、ソフトクリーム食べれる。ソフトクリーム美味しいっすよ。僕大好物なんですけど、でもあんまり食ったらちょっと体に悪いかも。薩摩藩が沖縄に侵攻し支配下に置きました。ちょっとでも最近ちょっとさ、沖縄は琉球王国として独立した国でした。江戸時代は薩摩藩の国国として扱われました。署名していただいております。署名していただいております。ありがとうございます。廃藩式が行われ、藩は廃止され、今度は全て県の体制になりました。薩摩藩の独国であった琉球は明治12年廃止されたはずの藩にありました。琉球藩にありました。そして1年たらずの間に藩から県に切り替えられました。そして琉球政府、琉球公庁の人々は東京に転校されました。明治12年、琉球は沖縄県として日本の統治下に入りました。しかしそれ以降、今度は沖縄の人々に平和と幸せを与えることができたでしょうか。常にキャベツの中に沖縄を置いてきたのではないでしょうか。来年4年とまさに日本の唯一の挑戦の舞台として、沖縄は喧嘩にまみれました。多くの県民が亡くなりました。米軍だけではなく、本土から行った日本軍によっても沖縄の人々は殺害されました。そして敗戦、今度は沖縄は本土から切り離され、米軍の推薦下に置かれました。沖縄の中に基地があるというのではなく、基地の中に沖縄があるというようなひどい状態が
続きました。1972年本土復帰が実現しました。これで沖縄の危機はなくなり、平和な島になるのだと多くの人々が希望を抱きました。しかし何のことはない。本土復帰によって逆に沖縄の米軍基地が癒されました。本土にある米軍基地が沖縄に次々と移転し、日本全体のわずか 0.6% の面積の沖縄県に在日米軍の 74% が置かれるようになりました。沖縄の中に基地があるのではなく、基地の中に沖縄があるというような状態がさらに強くなりました。現在に至るまで米軍基地によって沖縄は過酷な状態を強いられています。軍用機の墜落事故、米兵や米軍属の殺害事件、騒音、その他多くの困難を沖縄の人々は強いられています。いつも皆さんよろしくお願いしますということで、果実発生した沖縄の20歳の女性が元アメリカ海兵隊員によって殺害死体遺棄事件が起きました。その時の報告集会で沖縄の若い女性はこう発言しました。加害者は元アメリカ海兵隊員だけではなく本土に住む人々です。加害者は元アメリカ海兵隊員だけではなく本土に住む人々がこの殺害死体遺棄事件の加害者です。私たちは加害者なのです。駆けつけたいと思います。今回8月5日から8月9日まで神戸から約10名の方々が駆けつけました。そのためのカンパをぜひ皆さんにお願いしたいと思います。暑いっすね。あ、これ、あ、そっか、2枚重ねやからかな、服が。で、関係ないっすかね。裸やったら涼しいかもしれない。少しは。人が入ってた。あ、どうも。お疲れ様です。あ、いや。昨日お帰りだった。いやいや、お疲れ様でした。
もこんにちは、どうも、今回神戸からもう何名もの方が来られてるんですけど、行かれてて、ヌーチャヤ町、はいはい、ここであんなアンプ500円で売ってた。あのアンプは500円で売ってたんですか。あ、500円で売ってたんですか。なんかね、売ってました。小さいアンプやったら安いんですか。ゴリ1個って書いてました。買おうかな。あ、どうも。ハンパされる方は おられたんですけど、あの箱がない、ハンパを入れる箱がないっていう、ようわからん事態なんで、まああの申し訳ないです、あのじゃないです、いや全く。三ノ瀬ここ通行中の皆さん、こんにちは。ここで今やってるのは、辺野古に基地を作らせない神戸行動と言います。今ですね、辺野古だけじゃなくって、沖縄県内各地でいろんなことが起こってますけれども、あのニュースとかでも ご存知かと思うんですが、沖縄県の東町というところにある高江という集落なんですけれども、ここでですね、オスプレイのヘリパッドを作る工事をしようとしているので、それを止めようという人たちが全国からたくさん集まっています。でこれで実際集ま何をしているかというと、その工事を止めようとするテントを守ろうという人たちが集まっているわけです。そのテントを守ろうと集まっている人たちの他に、実際の工事を止めようと、そのために体を張って道路に出ていこうということを今やっています。実際何をするかというと、砂利を運ぶトラックを警察がたくさん守っているので、そのトラックの車列を止めるということを今週ずっとやってました。そのトラックを止めることでたくさんの渋滞が生まれていますけれども、これが住民の方々にもやはり影響が及んできて、工事を止めたいという気持ちと、その中に巻き込まれる住民の方々の苦悩と、そういったものは私たち本土の人間は知らないまま毎日生活しているわけです。今お盆を迎えようとしていますが、沖縄では71年前に特別な地上戦が行われました。その地上戦の被害者の方、たくさんの戦没者の方、そういった方々を供養する、そういう時期です。今回の工事も工事業者の先祖さんがいますので、工事業者はお盆休みを取ると、そういう発表が出ています。その間は工事は止まります。その前後に工事を止めようと集まっている人たちも、その間は止めることができます。警察が集まって工事を強行させると、その分住民の人たちは苦しみます。工事をやめる、警察を集めない、全国からの機動隊を沖縄に送らない、私たちはそのことを毎日考えて行動していきたいと思っています。工事業者にも生活がありますけれども、そこで暮らす人たちにも生活があります。高江の集落で普通に暮らす、普通に道路を使う、そういうことも普通の状態ではなくなってくるにつれて、苦しむ人たちが、やはり一番苦しむのは住民の方々です。私たちは工事を 1時間でも止めたい、午前中さえ止めれば工事は止まります。午前中トラックを搬出場所からゲートまで入れない、
のために全中頑張れば午後からの工事も止めることはできる。そのための戦いに全国からたくさんの仲間が集まっています。現地に行きたいけど行けないという方も参加で工事を止める支援をすることができます。インターネットで検索してみてください。栄え、セット、そういった言葉でおそらく出てきます。 Twitter や Facebook にもたくさん記事が出ていますので皆さんどうぞご覧ください。沖縄の基地建設を止める戦いというのは何も辺野古や栄えに始まったことではありません。たくさんの基地が沖縄の皆さんの力で建設されずに済んできた実例が歴史の中でたくさんあります。それが沖縄戦後です。沖縄に戦後はなかったとそういうこともできます。常に戦争状態に巻き込まれてきた沖縄生活、それを私たちの仲間にしておいていいのでしょうか。沖縄の人にも生活があります。普通に安全に基地のない武器のない危険な戦闘機の飛ばないそういう生活をする権利は沖縄の人たちにもあります。それを普通の生活をただ送りたいとそう言っているだけなんです。反対派ですとか賛成派ですとかお金が落ちてるとか落ちてないとかそんなことは関係ありません。沖縄の人たちにも命があって普通の生活がしたいとそういう気持ちがあるだけなんです。ここでもいろんな人が、何回か言っていますけれども栄という集落は非常に人口の少ない集落です。ここに全国からたくさんの人が訪れると今そういう状態が起きていますがこれがどれぐらい異常な状態か皆さんどうか知ってください。全国から機動隊が500人から1000人、そういった入れ替えも含めての人数が大量に押し寄せています。朝から機動隊のバスが並び警察がサイレンを鳴らし暴れ回っています。暴れ回っている中で子どもたちは怯えています。ここで一体どうなるのか。そういった中に普通の生活の中に土足で基地が入り込んでくるんです。そういう中に置かれる状態がどういう状態か皆さん想像してみてください。寝ている間も基地のことを心配している。満足に寝ることもできない。夜10時頃に家の上の方でヘリのうるさい訓練がする。子供が泣く。子供が寝ることもできない。大人も悩みます。大人も父のおかげで普通の生活は送れません。東村にはたくさんの会員の家さんや農業をなりわいとする方がいらっしゃいます。農家さんにとって午前中というのはとても大切な作業の時間です。この時間を基地建設に脅かされる呼吸状態をどうか皆さん知ってみてください。普通の生活ができなくて沖縄では普通の生活ができない人がいるんです。それを仕方がないじゃないとか沖縄の中に基地があるのは仕方がないとかそんなわけはありません。私にもあなたにも沖縄の皆さんにも生活があります。普通に暮らしていくそれのどこがおかしいんでしょうか。その生活を送るために基地を作らせない。そのために全国からたくさんの人が訪れてます。トラックを止める、砂利を運ぶ車列を止める、
警察に脅かされながら基地はいらないとみんな叫んでいます。本当に危険にさらされている状態が住民の方と基地を止める人たちの中に危険が降り注いでいる状態です。この危険の中に関係しない人は一人もいません。関心を持ってください。沖縄の危険にさらされた状態皆さん知ってください。よろしくお願いします。支援をお願いします。どうか力を貸してください。沖縄のためにできることはたくさんあります。よろしくお願いします。そして、日の頃では、もう20年近くですね、
こういうですね、運動、投資行動というものを続けているわけです。私たち、ね、神戸でですね、いろいろ活動しておりますけど、それはもう本当に、もう小さな行動でございます。しかし、この小さな行動であっても、毎週毎週ですね、継続的に、行動を行い、仲間を、増やしていくということに意識があるんじゃないかなと思っております。皆さんですね、ぜひ、こちらのですね、路上に今、我々が行っていることに、意見を貸していただき、賛同をしていただき、署名をしていただければと思います。署名は、国民さんですね、50の権利です。権利である、請願につながっております。憲法第16条ですね、保障されており、請願権につながっているところでございます。我々には、自分たちの請願力という権利があります。はい、という感じで、本日の、辺野古の海に基地を作らせない神戸共同神戸行動、ただいま、鑑定した模様です。どうも、ご視聴どうもありがとうございました。この後は、この後15時30分からは辺野古に基地を絶対潰せない大沢行動の配信を行います。どうもよろしくお願いします。というわけで、配信を、一旦終わります。どうもお先に失礼し、どうも失礼します。どうも。